加藤窓、加藤窓、加藤窓は主に日本の自社建築、城郭建築、住宅建築などに見られる上枠を火炎形、または花形に作った特殊な窓である。他に加藤窓、加藤窓、加藤窓などと表記する。また、石山寺の源氏の間に見られることより、通称源氏窓とも言う。元は中国から伝来したもので、 全州様の窓として使われていたが、安土桃山時代頃に、そのデザイン性から、全州以外の仏教寺院でも、また、仏教建築ではない神社や、天守などの城郭建築、書院作りの邸宅に使われた例もある。富士河東や古都寺下塔、山道下塔など多様な形のものが、作り出されてきている。また、仏教建築以外にもイスラム教やキリスト教の宗教建築にも、 同じように上枠を装飾的な開口としたものを見ることができる。古いものは、遠学寺社理念に見られるもののように上枠以外、縦枠、下枠は直線的であるが、時代が下がるにつれ、自称寺金閣や松江城天守に見られるもののように、縦枠が上から下にかけて、曲線的かつ末広がりに作られるようになった。また、西本願寺書院対面書に見られるもののように下も、 上枠と同じように作る場合もある。比較的新しい末広型のものは、従来の末広型のものより、曲線的かつ広がりは大きくなり、また、姫路上昇天守に見られるもののように飾り、金具をつけたものもある。その一方、建物を飾る窓としての気品を損ねた印象となり、美的評価は低くなっている。ありがとうございます。